ニューコムはアメリカ海軍の駆逐艦、フレッチャー級駆逐艦の一隻。艦名は米西戦争で活躍したフランク・ニューコム大将にちなむ。ニューコムはボストン海軍交渉で1943年3月19日に寄港し、7月4日に CC ・ボーマン・夫人によって浸水。艦長 LB ・クック・中佐の指揮のもと1943年11月10日に、 収益する。収益後、ニューコムは西インド諸島での成長を終えた後、太平洋方面に開港され、1944年4月4日からは、日本軍が残っていたミリ、ウォッチェ、ジャルートの各干渉近海での大戦相当に従事。5月29日から8月5日の間は、第56駆逐部隊機関として、サイパンの戦い及びテニアンの戦いで、 火力支援部隊の護衛に任じる。その最中かの6月22日朝、ニューコムは総海駆逐艦チャンドラーと共に輸送船団を護衛中、ソナーで囲碁第185潜水艦を探知する。ニューコムとチャンドラーは3時間近くも爆雷を投下し、やがて185からの残骸と油を確認。これが E185 の最後であった。サイパンの戦いは7月4日に、 日本軍の万歳突撃で事実上終わった。8月中は、エニウェト区間省とつらぎ島に開港され、9月6日から10月1日までは、ペリリューの戦いに加わり、引き続き火力支援部隊の護衛を行う一方で、自らも23発の砲弾を日本軍拠点に打ち込み、また水中爆破班の支援に当たった。10月12日からは、レーテ島の戦いとその事前攻撃で、 水中爆破反支援と妨害のための夜間照射を実施した。10月25日未明のすり顔海峡の夜戦では、ニューコムは、リチャード・ P ・リアリー及び、アルバート・ W ・グラントを従えて、西村昭治中将を率いる日本艦隊に、正面から突撃する。ニューコムは魚雷を5本発射し、うち1本は、戦艦山城に命中したと判定された。ところが、 断末魔の山城からの反撃を受けたため、魚雷発射後に即座に反転して北方に向かい、ニューコムとリチャード・ピー・リアリーは被弾しなかったが、アルバート・ W ・グラントには山城からの副砲弾が命中し、さらには、味方の軽巡洋艦、デンバーとコロンビアからのものと思われる砲弾も命中して損傷した。この古典的な海戦を含む冷凍機海戦は、 ダグラス・マッカーサー陸軍大将のフィリピン機関を手厚く助け、一方で日本海軍の脅威にピリオドを打った。海戦の後、ニューコムはアルバート・ W ・グラントに救護班を派遣し、動けないアルバート・ W ・グラントを栄光して戦場から交代した。アルバート・ W ・グラントの損傷があったとはいえ、ニューコム、リチャード・ P ・リアリーとアルバート・ W ・グラントの山城への突撃こそ、 世界戦史上最後の戦艦への駆逐艦の突撃である。フィリピン水域において、ニューコムはしばしば神風の脅威にもさらされ、その合間を縫って、フィリピン各地の奪回作戦に参加。12月9日のオルモック上陸作戦では、上陸部隊の援護を行い、ミンドロ島の戦いの十字中の12月19日から12月24日には、激しい神風攻撃から戦団を守り通した。 1945年1月6日のリンガエ湾、上陸当日にも神風攻撃にさらされ、ニューコムには、神風ではなく味方の対空砲火の流れ玉が、命中して損傷し、戦死2名、負傷15名を出した。1月24日までリンガエ湾で支援を行った後、うるしー干渉に移り、2月10日から3月10日までは、硫黄島の戦いに参加。 2月25日に潜水艦を探知して攻撃を行ったが、その結果はわからなかった。破壊されたニューコムの中央部3月21日、ニューコムは沖縄戦に加わるためウルシーを出撃し、沖縄戦開始後は家島近海で水中爆破班と掃海部隊の支援に従事。4月6日午後、日本軍は菊水1号作戦を発動して、 神風を大量投入。空は少なくとも40機はいるであろう神風と、対空砲火からの黒煙で埋め尽くされていた。ニューコムは高速で、回避運動を行い、16時25分と17時には、神風を撃墜。一旦神風の飛来が止まったので、ニューコムは、モートンで余少々の火力支援部隊に行動するため25ノットの速度で航海を開始した。しかし、中休みは、 まもなく終わり、対空砲火から逃れていた神風が突入してきた。ニューコムは対空砲火を打ち上げたものの、一機がニューコムの二番煙突に突入し、間を置かずにキメがニューコムの砲塔に、三機目が船体中央部にそれぞれ命中して、ニューコムの船体中央は火を吹く廃墟と化した。ナンパ戦嵐に襲われたかのように不随となった、ニューコムに対して四機目の神風が、 戦隊中央部に突入し、火星を強める役割を果たした。両艦、ドイツへが消火のためニューコムに横付けしたが、この時、新たな神風がニューコムに突入しようとしていた。ニューコムは過労じで一番砲塔が人力での操作が可能であり、偶然5期目の神風がいた方角を向いていたため、そのまま発砲。しかし、5期目もニューコムの中央部に命中し、 はずみでロイツへの看病にも命中して、損害を与えた。完全に動力を失った、ニューコムは、戦死18名、行方不明25名、負傷64名を出し、ビールの護衛と、艦隊衛戦トケスタの栄光により、ケラマ諸島の白地に向かった。ニューコムは、工作艦ベスタルによって6月14日まで、仮修理が行われた後、サイパン島、真珠湾を経て8月8日に、 サンフランシスコに到着。しかし、間もなく、戦争が終わり、修理は行われなかった。ニューコムは1945年11月20日に、退役し、1946年3月28日に、除籍その後、1947年10月にメアアイランド、海軍造船所で解体された。ニューコムは、第二次世界大戦の先行で8個の従軍聖章を、 受賞し、祝運部大賞と海軍部代表賞を一つずつ受賞した。ありがとうございます。